今回紹介するのは「静かなリーダーシップ」という本です。本を選ぶ時タイトルの占める重要度は非常に高い。この観点からは「静かなリーダーシップ」というタイトルに惹かれる方は少ないだろう。リーダーシップについてのノウハウ本の方が分かりやすそうだ。ただ この本には歴史的な我々の既存の価値観を覆す内容が記されている。それは何らかの問題解決が必要になったとき、解決までのプロセスで重要な役割を果たすのは偉大なリーダーの迅速な意思決定ではなく、地味でかつ現実を直視した静かなリーダーだということである。このの静かなリーダーダというのは 歴史上の英傑など私たちがイメージするリーダーとは程遠い皆さんの周りにもいるのではないか口だけで目立ちたがり屋の表面上のリーダーの下で地味にコツコツと成果を発揮しているようなリーダーがある病院でのケースをはじめさまざまなケースを元に実践的に解説されている抽象的で分かりにくい リーダーシップのノウハウ本に飽き飽きしている人におすすめ。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。